圧縮があったんだろう。しばらく今からベタ船乗って島で帰るの。今見えたやろ、先は地になっとるやんか。あれ右行くねんで、ね、右行ったらずっとあっち行くから、はい、何これ。ちょっと俺が、じゃあ人の話をなシャーネルって聞け。私が曲がれ言うたところで曲がれ言うだろ、はい、今のお前の骨策な骨策、はい、だけどわし言うとるじゃん。わしが言う通りに走れと、じゃないと帰る時間遅くなるでって言ったやろ。俺が指示するまではまっすぐ走れ、はい、わたか、はい、わしは最短ルートで帰るなルートしか教えとらん、はいはい、来た道をな、はい、逆走すりゃええねん、はい、なお前が逆らうからだろ、はい、ただでさえもな今日な、はい、ゴールデンウィーク最終日や、はい、な、全国あちこちからな米子島に来た人が、はい、世話して帰っちゃう日だけ、はい、道路混雑しとる、はい、な混雑しとる道を、はい、な最短ルートで安全に帰る道しか俺教えてないから。お前最初お前自宅のルートやったら9号線帰るルートやったら9号線なんかでも3時間ぐらいかかるで、今日なんかこの先 T にぶつかるって、はい、そしたら左行くねんて T を左、はい、ウインカー開けるの遅いわ。まだまだ、はい、ストップ待って、あ、OK、行け。車が完全停止してから3秒やからな、はい、非常に完全停止じゃないねんけども、うん、ちょろちょろっと行ったところで一旦左右のな、はい、安全を確認して行けば、はい、仮にポリスが見ても、はい、一旦停止違反でスカバー選ぶ、はい、お前が一旦停止も先行ちょろちょろってそのままプイッと曲がったりするから運が悪いとポリさんに摘発されるな。ただでさえもポリはなわしらの税金で飯食っとんねん、はい、無駄なな罰金を払いたくなかったらな、はい、違反するような運転線だったらいい、はい、分かった、わほら、はい、もうちょっとスピード上げ、後ろが詰まってる60ぐらい、60、もう、オーケーオーケーオーケー、とりあえず止まった。ウインカー、お前ウインカー開けるの取ろう言うとこ、早めのウインカーやで、はい、お前はウインカー減らすことはできへんけど悪い癖は直した方がええよ、はい、わしは忘れて自分で分かっとるけ人にとやかく言われたら向かってくるけ我がで直すとしてるな。ここでここの先で二股分かれとるけ、はい、左対夜中でお帰りなさいするねっても言うとるが、はいはい、なだけどそのポイントポイントをしっかり覚えとけば余裕ぶっこいて大台、はい、帰れるから、はい、な YouTube 見とるもんからしたらな、はい、おいノブお前横か偉そうにこちゃこちゃ行くんだって言うかもしれんけどこれやで、はい、これこれ、はい、左たらこっち、右たん、はい、にゃんこの目、はい、ちゃんと書いてあるにゃん、はい、ここでスピード出すな間違えるから右もう走りゃ早い後ろが使えるちゃんと見積もって書いてあるやろ、はい、あこのカーブが決めてだけ、はい、あのカーブでスピード出すと、はい、あここで間違えた時に間違いついてそのまま左に流されていってしまう。だからあそこでスピードを出すなって言ったのそこや。あのカーブでスピードさえ出してなかったら、はい、左引っ掛けとってもハンドルスコーンって切っても軌道修正できるけど、はい、あのカーブでバカみたいなスピード出しとったら、はい、軌道修正効かんから、はい、左車線走らんと、はい、真っ直ぐたら高速乗っちゃうから、はい今日来た道に入っちゃうから、はい、左走らん。
リンプリントを飛ばすと、はい、風圧でこっちは反動が来るから、はい、だからセンターライン寄るな言うだろ、はい、ウィンカー言われる前にウィンカー上げろ偉そうに言うと思うかもしれんけど、はい、帰りの最中にね途中で腹が急にヤバさなって、うん、急遽動画止めてました。すいません。